フェーズ90のモディファイを演奏したいと思います。このフェーズ90はバイブモードが追加されていまして、先ほど弾いたのはバイブモードなんですが、とても美しい綺麗な揺れ方をしてくれます。アリオンのステレオコーラスのモディファイを演奏したいと思います。このアリオンのステレオコーラスはバイブモードが足されてまして、トゥルーバイパス仕様になっています。先ほど弾いたのはバイブモードなのですが、とても独特な揺れ方が気に入っています。はい、それでは EWS のモディファイワウを演奏したいと思います。このワウはジム・ダンロップのワウのモディファイで、ポイント2ポイントで大胆に改造されています。とてもワウ幅が広いのと、どのポジションで鳴らしてもローがしっかり残ってくれるのが気に入っています。